11時になった。では、オーガスト、シラ、違う。エナ、ジェイデン、ピアソン。ここ。なんか間違えた。あれ？なん、ん？あ、手動にしてからか。はい。乗る。で、次の。あ、もう設定してるんだっけ？そっかそっか。もうない？まだあるわ。よし、じゃあ育成いくぞ。エアロックがないから、まあ、ここからだよね。はい。ここも空いてたか。来た。降りれっかな。場所が悪いと降りれないよね。あ、行けそう。降ります。そこになんか、ブリッジみたいのが、なんとかある感じ。いる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 。ちょっと食らったな。ずっといるな。いるね。行くぞ。あー、いっぱいいる。いるね。開けます。影から出てくる。大丈夫ね。そっちは？いるわ。やっぱちょっと距離離れるとショットガンの威力が一気に下がるね。まだいるか？ここは何？こうやってまとめてんだね。これなんだろう？コンポスターかな？これガス回収？こっちが酸素？うわ、来てる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 。開けます。いないね。ん、大丈夫かな。終了です。ザ・エボンホーク、ノルベシ。オッケー。で、ここは、うわはー、なんもね。いただきます。手動解除。さて、採掘終わったかな？言ってんね。貴金属は掘るの難しいんだっけ、確か。運搬作業。はい。で、どうですか？コンポスターできたかな？まだできてね。なんかおかしいことになってる？なんだ？あ、材料置かれてなかった？もしかして、そもそも。いや、そんなことはねえな。誰も作ってくれない。ちょっと急ぎすぎたかな。なんかこっちの作業が。やべえな、これ。また壊死しそう。5個も足んねえって言われてる。始まらねえ。入ってんのこれ。ちょっと入ってるみたい。うわー、やべえか。2個足んないって。5個足んない。うわー。で、食料どう？宇宙食減ってきた。根菜とか。あー、これはちょいとジリ貧かもしれません。早く早く作って。
なんか選択できない、やっぱり。なんだろうね。あ、ダメだわ。割り当てが効かない。ちょっと解除すっくいっけ、もう。どうなってるんだ、一体。複製するなんてあるんだ。決定。除去。優先、ん？チェック入れたのがまずかったの、逆に。ジェイデン。ジェイデンどうしてる今。ジェイデンやってくれそうだけどね。やってくれそうだけどね。ジェイデン頼むよ。なぜやってくんないんだ。ジェイデンここにいる。割り当て、ジェイデン。あ、ダメだ。設定できねえ。わかんねえです。理由がわかんないです。消しました、一回。もう一回やれば、なるかな。はい。で、移送はもう終わったんじゃない？終わってる。採掘も終わってる。飛んじゃおうぜ。次が、今んとこ一方通行だね。おお、海賊強えかな、今回。ここの海賊。どうなんだろう。まあ、飛ぶ準備するか。今何時だ？朝4時か。まあ、朝7時、8時ぐらいになったら準備しよう。あれ？作られてる。なんかやっちゃってたみたいだね。で、生体物質 OK。OK、あ、置かれたわ。理由がよくわかんなかったけど。なんだって？足んないね。わかってるわかってる。わかってんだけど。食料が。朝9時、飛ぼう。食料、これ一個やんない方がいいかもしんねえな。一個停止しよう。これ、やめよう。肥料が分散しちゃうとまずいんで。肥料が増えてくるまで一旦この2個止めます。うん、そうしよう。では、準備できた？飛びます。海賊船ってまたぐるぐる回ってんのかな？お、なんかいるね。お、アイコンあるね。これがデブリかな？こっちは？よくわからんな。これなんだろう？皆既日食かな？わかんねえな。こっちなんだろうね。使徒みたいな形になってるけど。まあ、とりあえずここ出ます。で、交易と域線探索しましょう。肥料、ください。あ、2個もある。ここに陣取って、でっかい星だね。交易できる。そんなの売ってんのかい。人肉を。肥料。肥料、あ、氷安。氷って結局水にして酸素にもなるから、いくらあってもいいって言おうと思ったんだけど、82個あるわ、今。さすがにいらねえだろ。あ、炭素。炭素ください。炭素は、他はいいな、炭素ください。安くない？なんか売るわ。安くない？ 5-7。物価が全然違う、向こうと。青基板が高い。ちょっと売るか。5個。はい。で、また作ってくれるはずだから。青基板は、これだっけ？これだね。
化学物質もいっぱいあるでしょ。化学物質は化学物質から作る。これ化学薬品か。あれ？あ、こっちは未加工か。未加工化学物質と化学物質があるのか。ややこしいな。で、10個以下になったら化学物質を作るってことになってるので。あ！あったやん！ははは。これか。化学物質から作れるんだ。44個ある。あー、あー、あー。10個。あったね。一回、このフラスコの化学物質に変えてから、肥料に変えられるんだ。はー。で、しかも、未加工化学物質、化学物質言いにくいな。未加工化学物質1個からフラスコが5個できる。で、フラスコ5個できて、さらにフラスコ1個で肥料が2個できる。ってことは、未加工化学物質1個で肥料が10個できるってことだ。なんだなんだ、あったじゃねえか。そっかそっか。じゃあ化学物質も重要ってことだな。交易終わった？まだやってんね。じゃあ、域線探索11時だ。行こうか。ちっちゃい方から行こうか。ちっちゃい方から。では、手動で、乗るべし。行くぞ。ドッキング。ちょっとでも、そんなにちっちゃくねえな。なんつう船だろ、これ。中見ないとどこ所属もわかんねえんだ。ケルベロス？またかっこいい名前だよね。かっこいいっていうか強そう。降ります。さてまず、うん、撃ってる。いたわ。もうずっといるね多分ね。やつら来れないね。これこっちにずれればいいんじゃない。怖っ。食らわない？食らわないね。宇宙空間でもちゃんと発砲するね。なんか慣性の法則で移動しそうだけどね。こっちは大丈夫。大体倒し尽くした？そっち見に行こう。仲間増えねえかな、そろそろ。クレジット。クレジット。データログ、おお、出てきた。逃げてく。意外と、命中精度低いね。エイリアンなのに軸ずらしをしてきてたな、今ね。特になし。そっち。行くぞ。いねえかな？そんなに大きくなかったね。オッケー。帰ろう。ケルベロス。仲間も見つからん。でもこっちは、あ、マジかよ。言ってんの？エイリアンにやられない？君たち。ぜひやられてくんない？あ、違う？あ、俺のここにいたってこと？域線探索じゃなくて今交易した後か。これ。奴隷商人ギルドのシャトル。そうかそうか、別に先に取られたわけじゃねえな。で、何がある？しょぼ、なんだろう。まあ、文句言う義理もないんだけどさ。サルベージ。よし、じゃあ攻撃終わっただろうから次やろ、また。炭素くれ。あと、化学、あ、そうそう、なんかね、だんだん高くなってってるっぽいのね、これ。いっぱい買うと。
最初87だったんだけど、だよね。ってことは俺が売るときってだんだん高くなってってる？安くなってってる。完全に俺の方が不利じゃねえかこれ。そうなんだね。買えば買うほど値上がりし、売れば売るほど値下がりする。えぐいな。まあ買うけどさ、まあいっか、クレジットでいいか。はい、じゃあ一日休んで明日こっち行こう。ここでかいから仲間いそうだね。なんかね、そんな期待を持って頑張っていこう。で、肥料どうですか？いや、増えねえな。優先した方がいいよね。エネルギーロットが最優先。あ、違うか。優先度上げたのはここか。これの優先度は最高にしてあって、次、これの、あ、この仕事の優先度って上げれんのかな？あ、あるね。やれるんだ。これも2とかにしとく。で、次に優先なのが肥料作り。だからこれ上げとくわ。3にしとくわ。これでいいかな。肥料がバンバン作られるといいな。10個、はい。いいと思います。0個だ。頑張って作ってくれ。よし、じゃあ、ちょっと進めて。てんのかな、奴隷商人の人たち、こっちに。どうなんだろう、多分行ってないと思うんだけど。だよね、交易でやり取りしただけだよね。なんかここにいたように見えたんだけど、一瞬。関係ないよね、だよね。よし、じゃあちょっと朝まで飛ばすか。なんか、ピアソンが急にここで寝始めたんだけど。なんだ、どうしたんだ、このアイコンなんだろう。寝てるんだよね、これ。あ、これか。ピアソン、どうしてそこで寝た？よくわからないが、ちょっと無理しすぎたみたい。なんかスケジュールとか変になってないよね、ピアソン。いや、もう睡眠時間入ってっからさ、ベッドで寝なよ。あ、そのまま寝ちゃった。まあいいか。で、あと、肥料が2個なんで増えてくると思うので、これやるか。止めてたやつ。どうやってたっけ？肉、根菜、果物でいいんだっけ？それでいいか。肉、根菜、果物。こっちも。肉、根菜、果物。よし。で、朝10時になったら、行き船に行こう。でかいところだから、ピアソン。あ、行っちゃった。パレス13。はい。そこだから、他のまた海賊船とか寄ってるかもしんねえな。今のところ大丈夫か。次、どうしようね。デブリ隊か、なんか変なわけわかんないアイコンがあるところか。迷うわ。11時。これは足んねえな。まあ今栽培してるから待っててくれ。入り口ここね。一回酸素吸いに戻んないとまずいかもね。ピアソン起きてるね。元気になった。あ、シラさんが、うん、大丈夫。今なんか三角マーク出てたのは、あれかな、酸素かな。まあいいか、いけそうなんで行きましょう。いつものメンツ。シド、ここ、乗ってくれ。行くぞ。ドッキング。ここ。でかいからな、なんか。卵ありそうだけど、でも、今んところあれだね。突進エイリアンに合ってないね。では、降ります。広いな。こっちから行くか。そうしよう。
開けとくとまずいか。行くぞ。こんなにでかいのにいないっていう可能性？道が、あ、道がない、あ、いない可能性。嘘だろ、こんなでっかいのに。あ、これいねえな。いるわ。なぜだ、自信満々でいないって言ったのに。クレジット一回だけ、まだあんね。ちょっと待って、ずれなよ。うん、なくなったか。なんだ、結局いるんかいみたいなね。ただ巣はねえな。お、またなんかある。クレジット以上。あ、なんかデータログ、奥。これは新しいクルーが仲間になるのを期待してもいいんじゃないか。いそうな気がする、クルーが。ここにきっとクルーがいる。いなかった。予想が当たらねえ。行くぞ、そっちだ。一気に歩いていっちゃうとあれか、エイリアンにまたぶち当たる可能性がある。一回吸ってっか、でかいもんね。おつ、そうやって大回りになるんだね。はい、いた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 、来たぞ、気をつけよう。いた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 、行きます。いない。そっち。ああ、うじゃうじゃ来た、めっちゃ来た。焦るね、なんか物音とか聞いてきてんのかな。来てるね。うっ、ちょちょ、逃げて逃げて逃げて。ちょっと食らっちゃった。でも巣はねえわ、卵はねえわ。ここが操縦ルーム。壁に穴開いちゃった。ちょいいるね。まあでも終わりそう。終わった。読めねえ。ウィッツエンド。あら、仲間増えぬー。帰るか。乗りたまえ。なんかあった？解除。まあそこそこだね。悪くない。一層終わったら次飛びたいが、どっち行くかほんと迷うね。なんだろう、あ、そうか、これ見ればわかんのか。太陽フレア、流星、チリ、まあ、デブリだ。セイレーンワールド、何、音が聞こえないとか。星雲だ。ネビュラって書いてあったな、これ星雲なんだ。フレアと、星雲ってどんな不利な状況になるんだろう。物としては氷と化学物質、未加工化学物質とエネルギウムで、こっちが氷と非金属と化学物質。まあ、どっち行っても変わんねえな。デブリで怖いのはさ、採掘ポットとかがデブリで落とされたりするっていう可能性だよね。それどうなんだろうな。とりあえず移送終わったらデブリの方行ってみよう。なのでザクッと移送してくれ。肥料が2、入れ終わった肥料。
入ってんね。ようやくだ。ゼロになってる。これやってくれ。優先してくれ。頼む。ヒーローずっとゼロ個。あ、2個になった。化学物質が少ねえ。まあ、でも未加工いっぱいあっから。バンバン作ってくれ。これは産業扱いなんだね。産業を上げてる人誰だ？産業は、シラさんとジェイデン、ピアソン。結構いるね、上がってんの。まあ、3人いれば多分大丈夫でしょ。産業って他も産業か。それはちょっと大変かもな。あれ、リサイクラーの仕事が終わってるぞ。スクラップ使い切った？いや、あるわ。あれ、まだ無限の連続のまま設定になってんのに、仕事にこれ割り当てて出ないんだね。一回切った方がいい？インフラ連続の船体連続で、あ、出ないわ。そうなんだ。個数指定しないと割り当てできないんだね。まあ、それはそれでいいや。まあ、でも随分増えてきたな。ブロック系。どうだい？移送は。もうちょい。行っちゃうか。朝起きたら行こう。だからこれやんなくていいや。こっち終わってるよね。終わってる。さあ、デブリが一体どんな感じなのかを見て、今回は終了にしよう。朝の8時ぐらいになったら飛びも、あ、行っちゃった。キャンセルしたのに。まあいいか。個数が出てね、利用可能。だったら持ってきてくれてもよかったんだけどな。これか。まあいいよ、別に。ではですね、移動しよう。ジャンプ準備。来た。オーガスト。行きますよ、ジャンプ。まあ、こっちだね。行ってみましょう。デブリ、流星、チリ。です。おー、なんだ、こっち。あ、これあれか。セイレンワールドってなんだ？なんだろうね。音が聞こえないって？どうなんだろう。真空状態だったらそもそもやっぱ音聞こえねえんじゃねえの？出るか。ここね。デブリ隊。一応、シールドが2枚あるので、まあ、ザクッと採掘して帰ればいいかな？あ、なんか、飛んでるね。当たってる？これ、俺に。当たってる？あ、シールドは、どうなの？言ってくれる？これ、誰か。あ、結構食らうよ。シールド、どれだっけ？シールドの、ちょっと待って、設定どこなんだっけ、これ。これか。強制。フルタイム。作業時間の間。いや、強制でいいや。どんどん減ってってるもんね。いや、これ長居すると電気食うし、エネルギーセルも食っちゃうわ、やっぱり。だから、ちょっとザクッと回収してさっさと移動しようぜ。厄介だね。取りに行くの危険かな。ポッドに当たったらなんか一撃で壊れそうだけど。シールドが減ってくるようだったらやばい。今、ピアソンがついてる。で、頑張って操作してるから、あ、回復の方が早そうだね。いや、運だな。そっか、だからこれ船体がでかければでかいほど、
デブリ食らうんだきっと。あとそのポット大丈夫かな。そのうち食らいそう。ああ、結構なんか雨みたく降ってんね。まあ大丈夫そうではある。ここはバリア自体は、だからさっさと回収して移動しようぜ。これここで戦闘とかシャレになんないでしょ多分。運搬作業やってくれ。まあまあまあ、シールド2枚あってよかったわ。回復の方が早いわ。だ電気やべえな、増えたり減ったりしてる。3台で採掘してる。採掘だったら4人で行ってほしいな。1、2、3、3人しか上げてないんだ。じゃあシラさんかエナさんも上げとくか。シラさんは産業と採掘を上げとこう。2つぐらい役割あっていいよね。エナさんも植物学と採掘。あ、でも植物学な、レベル3の植物学がいいね。これ他の作業に行っちゃうと食料作られねえからな。エナさん、まあ、4人でいいか。これで今あげた人、シラさんが多分行ったと思うんだけど、おっと、ロッドロッドロッド、いや、あれ入ってる。なんじゃろなんじゃろ、他のところで電気使いすぎ。ここは電気って、ああそうだね、単純にシールドで電気使いすぎなんだ。これ酸素や温度も減っちゃうよね多分。なんか別の場所に発電機もう一個ありかもしんないね。送電に時間とあと電力の量っていうのがかかるんだよね。だから同じ一箇所で電気作って送るんじゃなくて、なんか複数の場所に発電機を置いた方が届くまでの時間が早くなったりするかもしんないな。ここじゃねえじゃん。発電機どうなの？今だけな気がするけどね。こんな状態になってんのは。とりあえずさ、採掘終わらせてさ、逃げよう早く。あとこんだけだから。やばいかな。温度と、あ、大丈夫だな。停電したりしなかったりしてる。化学物質がもう少し。エネルギー減ってきたな。シールドやばめ。シールドがこれ。エネルギーセルは入ってる。単純にやっぱ電気が足んないっぽい。こんな状態で海賊船来たらやべえな。これ電気止まってからシールド回復できねえじゃん。あれなんか変わってる。さっきピアソンやってなかったっけ。早く、あれだけだからさ。あたったった、いた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 、え、宇宙船が流星群に衝突しました。どこ、ん、まずくねこれ。どっか壊れてる。どうやって見んだ。酸素抜けてるとかある。酸素が少ないってこともないみたいだ。う、まあすごいアピールされてたけど、とりあえず大丈夫そうではあるんだが、シールドがやばい。移動の準備をします。いっぱい船来るからちょっと交易したいんだけど、やってられないので
行っちゃおう。何これ。あ、ジャンプ準備してるからか。早く帰ってきて頼む。うっちょ、これに食らった今。そのアイコン宇宙船って出たけど、ポッドのこと。あ、酸素、乗り物故障中。やばい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 。間に合うこれ。あと酸素が、酸素がどんどん抜けてる抜けてる。わ、やばいやばい。あ、故障中故障中。いや、ポッド入れ、ポッド。エアロックじゃなくて。酸素、酸素。やばい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 。つけば酸素回復する？マイナスになってる。あ、増えた増えた増えた。一旦増えた。乗り物故障中。今のこっちか。これだったね。やべえ。シールドもやばい。移動すっからさ、早く、早く。修理ってどうすんだろうね。乗り物故障中。ちょっと早く。ポッと。やばい。シールド切れた。飛ぶよ。早く、早く、早く、早く。あぶね。こっちはデブリはない。星雲とセイレンワールドだって。一回戻ったがよくない？こっちに。デブリはマジやばいな。あと電力もやばいな。一回戻ろう。で、体力回復と、あと、二代目の発電機、これ置いた方がいいかもしんない。ガチめにやばいよね、これ。出ます。攻撃しようぜ。うわー、なんか、ダメージ食らってんのは、脳震盪。まともに頭が働かない。そっかそっか。ポッド。ってことは、採掘現場の近くに船を寄せた方がいいね、多分あれ。やばいと思ったらすぐ母艦に戻れるように近くで採掘しないとえれえことになるわ。まあ、少しずつやって覚えていくしかねえな。あ、ヒロ、くれ。いただきます。結構するね。はい。さて、そんなところなんですけども、あ、また2隻来るって。いや、ちょっとここで、なんか、発電機、なんかずっとこの状態？ロッドは入ってるけど、なんか赤くなっちゃってるってことは、多分シールドのあれにずっと使ってんだよね。シールド回復してきた。よし、ちょっと電気、発電置くか。っていうのは次回か、ここかな。はい、というのを、次回考えて、置くか置かないかも含めて。いやー、ずーっと点滅してる。この電力足りませんアイコンは本当にびっくり、ドッキリするね。あとこれ故障してんのか。故障中。どうやって直すんだろうね。勝手に直してくれんのかな。インフラブロックで直す感じみたいだね。あ、そうなんだ。あ、結構資源かかっちゃうね。なんか船内の修理だと多分あの工具だけでずっと足んねえ。電気、あ、オーガスト、変わったね。乗組員が。強制はやめるわ。オートでいいや。あ、立っちゃった。まあでも、夜だからだよね。睡眠時間だからオーガストをやめただけだよね。で、またきっと誰かが、シールドまで半分しかないからやってくれると思うんで、まあそれはまた。あ、脳震盪でやっぱそうなるのか。
え、デブリマジやばくない？それ、そう考えると。なんかじゃあポットのさ、デブリ対策のされたバリア付きポットとか欲しくない？そういうのないのかな。うわー、当たるとそうなるんだね。わかりました。そんな感じで一旦今回はここまでにして、次回またいろいろと考えながら進んでいきましょう。セイレンワールドとは一体何なのかね。セイレン、これはフレアか、フレアと星雲、そしてこっちがセイレンワールド、何なんだろう。また次回のお楽しみでございます。そんな感じでまた次回。それではまた。